なにわの歌姫が博多座で大活躍、中村美津子特別公演。第1部は雲の上の青い空、中村美津子物語。第2部は中村美津子オンステージ。作演出ジェームス・ミキ、雲の上の青い空、中村美津子物語。幼い頃から歌うことが大好きだった少女が数々の苦難を乗り越え歌手デビューし、紅白歌合戦に出場するまでを描いた物語です。もう自信がありません。あおう先生、とうとうやったな先生。お父ちゃん、そうか、ゴール直前でまくりが見事決まったか。一人の中村美津子を、まあ、本人がやるわけですけど、そこら辺のこの、 あの生き様とか、それと紅白に結びついていくとこら辺のその感動につながるところとか、やっぱりあの人生にはええこと半分悪いこと半分っていう、やっぱりそういうのがあると思うんです。嫌なことばっかりじゃない、苦しい後には絶対いいことが待ってるという、要は元気になっていただけたらいいかなと思いますね。嘘がないというか、彼女は綺麗事やってないっていうところが特にあの好かれるんじゃないかと思いますね。まあ、どんなドラマでも何か枷があってね、苦労を乗り越えるっていうふうに作るんですけど、彼女の場合はもうそのままドラマになりましたからね。それでピーンとくるもんが、出演は中村美津子を世に送り出した作曲家富田真嗣に若林豪、浪曲師春野百合子に二宮小夜子、そしたらこれが中村美津子の父親に高田次郎、ほうよあんた電気洗濯機でやがな、母親に岩本増代、そして芸能プロダクション社長に大阪純です。歌手中村美津子誕生の物語、見る人に生きる勇気を与えてくれる舞台です。東京、それから名古屋もずっと1ヶ月公演の一番最初にこの中村美津子物語それぞれやらせていただいてるんですよ、で今回も初めてのところでこの中村美津子物語、それももうすでに評判を取ったというのが自分の中でちょっとだけ自信ありますから、やっぱりこれはね喜んでいただけるという自信を持って、はい、博多の方にもぜひ見ていただきたいと。よーもう一つ、よーと三度、ありがとうございました。第2部は歌謡ショー中村美津子オンステージ、初の博多座公演ということで九州にちなんだ名曲も披露します。中村美津子特別公演、上演は29日まで、ぜひお見逃しなく。